助け。あいつの性格的に犯人として挙げられるのは、今回は2023年12月29日に変わった姿で発見された元ニコ生主で動画配信者だったゆいがさん、本名原忠之さんについてお伝えします。生前のゆいがさんといえば、アウトロー系配信者として一定の地位を確立していました。元住吉系の相談役をやってたんだよ。薬をやってたかって、そんなこと聞くまでもねえだろ。あと瓜田純氏っているだろ、あいつは俺の後輩なんだ。さらに元ジャニーズで現在 2B の取締役を務める滝沢秀明社長もゆいがさんのリスナーでした。ニコ生時代からよく見てます。はい、投げ銭。ただ私生活では相当トラブルが多かったようで、合計22回も逮捕されています。よう刑事さん、久しぶり。誰目に挨拶するな。てか何回目だお前。そんなゆいがさんが起こした最悪の犯罪は2006年に起こしたものでしょう。お前の年齢以上の回数やってやったぜ。この事件で懲役3年4ヶ月の判決を受けましたが、さすがに量刑が軽すぎると現在でも言われています。当然リスナーとの間でトラブルを起こしていたようで、配信中に激高する場面も多々見られていたみたいです。あー、なんだてめえら、俺のことを二枚舌野郎だって、やっちまうぞ。それ以外にもいろいろなトラブルを抱えていたのか、12月21日にかなり意味深な内容を SNS に投稿しました。絶対に許さない、子さんリスナーが裏切りやがって。そして12月26日ゆいがさんは次のように投稿し、これが最後となりました。低能な愚民どもを見てたり、相手にすると疲れるよ。自分なりにきちんとけじめをつけるつもりだから。その後の12月29日多摩川の河川敷でスーツケースが見つかり、その中にゆいがが閉じ込められる形で発見されることとなりました。そしてスーツケースの男性がゆいがさんだと特定されたのは12月31日のことです。解剖の結果ですが、首を絞められたことによる窒息が原因のようです。そうですか。ちなみに目立った外傷は？いや、それは見当たりませんでした。亡くなってからどれくらいの時間が経ってますか？大体ですが数日前といったところでしょうか。わかりました、ありがとうございます。はあ、まさかあいつがな。警察署の常連みたいな人だったみたいですね。そうなんだよ、そんなやつだから何かのトラブルに巻き込まれたんだろうが。26日まで SNS に投稿してますから、そこから29日までの行動を洗い出す必要がありそうですね。ああ、そうだな。ただ当時の足取りはまだつかめていない状況のようです。その一方でゆいがさんのアカウントと LINE のやり取りをしていた方も数名いたようで、その中の一人が動画配信者の便所太郎さんです。12月25日から LINE が来たんですけど、なんかおかしいなって。本当にゆいがパイセンが送ったのかなって違和感を覚えたんです。さらに同じく動画配信者の金梅さんも相当な違和感を覚えたと発言しています。え、ゆいがさんから LINE？ え、12月22日からずっとブロックされてたんだけど、一体何の用だ？ちなみに LINE が送られてきたのは12月28日です。なになに、今はそっとしておいてほしい。子さんのリスナーにも裏切られたりで相当来てる。あと酒飲みすぎるなよか。スタンプも送ってきてるよ。おかしいよな、いつも既読無視でメッセージとかしてこないし、それに酒飲みすぎるなよ、そんなこと言うタイプでもない。スタンプも送ってきたことなんか一度もないし。さらに2024年1月1日、ゆいがさんが
LINE のトークルームから退出したことが明らかになっています。やっぱり誰かが操作してるんだ。ふーむ、違和感があるな。え、何がですか？25日から28日の間に手をかけて、ユイガのスマホから本人と偽って LINE を送ったって感じだと思いますけど。それはそうなんだが、露骨すぎるんだよ。ユイガがこの世にいないって判明してからトークルーム退出したりとか、明らかに第三者が操作してるってわかるよな。そうですね、それを自ら証明しているって感じがします。それに自ら古参リスナーって書いてるのも気になる。なぜユイガだと偽ろうとしたのか。それは自分だと特定されないために送ったと考えられるだろう。確かに21日に SNS でユイガが投稿していますし、その時点で我々がリスナーに目を向けるのは予想できることです。そのような状況であえてまた書く意味も。あ、じゃあこういう考えはいかがでしょう。21日の時点で SNS の投稿も犯人がやっていた。まあ25日の時点で本人とは思えない LINE を送ってきたって言われてるから、その線もあるよな。ただその場合だと亡くなってから1週間以上経ってるってことだろ。いくら寒い時期とはいえ腐敗がかなり進んでると思うんだ。そっか、医者は数日経ってるって言ってましたからね。じゃあかなり前から監禁して、その間にユイガのスマホを没収して SNS に投稿みたいなのはいかがでしょうか。考えにくいな。そもそも現実離れしすぎていることと、ユイガに目立った外傷がなかっただろう。監禁されている時に何らかの傷がつくはずだ。ああ、確かにそうですね。誰かの思惑が絡んでいるのは間違いないが、それが誰なのか、そしてもろもろの行動は何のために行ったのかがいまいち見えてこない。 SNS 関連でもアカウントを削除したりしてなかったりとか、統一性がないんですよね。それら全ての理由を考えるのはなかなか骨が折れそうですね。いろいろと黒い噂が絶えなかったユイガさんということもあって、メディアもそれほど大きく取り上げてはいない現状ですが、その中で後輩の瓜田純一さんは相当気にかけているようです。あくまで予想だけど女が絡んでると思う。そもそもなんだけどさ、ユイガが男に呼び出されるなんてありえねえ。学生時代の時なんだけどさ。瓜田さんによると、ユイガさんとは学生時代からの付き合いですが、相当なビビリだったとのことです。こんにちは、瓜田くん。あんた先輩だろ。なんだか憎めねえんだよなこの人。ある時、瓜田さんの仲間がユイガさんを締めようと家まで来ましたが、真正面から迎え撃つ勇気もなかったみたいです。ほら出てこいよ、腹。お前調子に乗りすぎなんだよ。なんですか、人の家で。ようやく出てきやがったな。ちょっとこっち来いよ。あなたと初対面だし、いきなりそんなことを言われても。はあ、何言ってるんだ。もしかしてただゆきお兄ちゃんの知り合いですか。僕は弟です。はあ、どっからどう見ても本人だろう。よく間違えられるんです。このようなエピソードを見てみると、反社組織に在籍していたことは本当だったのか疑わしいものです。ユイガはマジでビビリだから、もし男から呼び出されても拒否するか逃げ出すんじゃねえかって思ってる。あとあいつマジで金がねえし、金銭よりは女絡みの可能性が高いと踏んでるよ。ただ現在では女性と金銭の両方が絡んでいる可能性が高いと言われています。ユイガさんは過去に数名の女性と交際していましたが、特定のネット民により犯人の調査が行われることになりました。お前との結婚真剣に考えてるからな。ありがとう、嬉しい。最初に疑われたのは結婚寸前だったと噂されていた方です。疑われた理由は
ユイガさんが彼女の元旦那に殴られたことがあり、その時三角関係が噂されたからのようです。うわただユイガさんと仲が良かった動画配信者のミヤビくんは、その女性が事件に関わっていたことを否定し、さらに別の女性について言及しています。ユイガが金銭と女性絡みで揉めていたのは知ってますし、その女性のお父さんも出てきて、さらに事態が厄介になってたみたいです。そのお父さんが言うには、娘がおかしくなったのはユイガのせいだってことで、ユイガに相当な恨みを抱えているんじゃないかって思います。その方との交際はライブ配信でユイガさん自ら告白していたようです。この度彼女ができました。リスナーの子でむちゃくちゃ可愛いです。でも付き合う前に誓約書にサインさせられたんです。浮気しないことか。なんだ簡単じゃん。だよね。ほらさっさとサインして。焦んなって、まだ全部見てないんだし。次は約束を破ったら1000万払うことかって。何文句ある。いやちょっと1000万って高すぎでしょ。はあ、なんでそう思うの。いやそりゃ常識的に。常識よくわかんないけど、約束破るからそんな高い金払えないって言いたいんじゃないの。そういう意味じゃ。約束はしっかり守るつもりだよ。そうなんだ。じゃあサインできるよね。うん。なんか怖いな。この子と付き合って大丈夫なんだろうか。まあでも可愛いし。それに。その後ユイガさんは彼女にクレジットカードを作らせ、すぐに限度額いっぱいまで買い物したようです。あれとそれとこれ、あとついでにあっちのもください。はあ、わかりました。あ、支払いは全部カードで。この理由ですが、購入した商品を換金して手持ちのお金を作るためだったようです。よし、これでお金が入ってくる。当然ですが、このようなことをしでかしてしまっている以上、交際を継続することは難しく、すぐに破局してしまいました。あんた何してくれてんのよ。そっちこそ俺の配信に口出すなよ。彼女としてやっちゃいけないことだろう。あんたは人としてやっちゃいけないことやってるじゃない。250万以上の買い物して支払いは全部私。ふざけてるの。お前にはもううんざりだ。別れよう。何よいきなり。別にいいけど、お金はちゃんと返してね。このように破局後も金銭トラブルが起こっていたようで、元カノのお父様も介入することが多かったみたいです。早く金を返せ。そんなこと言われても。てかなんでお父様が。娘が入院してるからだ。まったく、こんなことになったのも全部お前のせいだ。いや、入院は俺と関係ありませんよ。なんだと。口答えするのか貴様。はあ、会話が通じない。この状況を何とかしたいと思ったのか、12月上旬、ユイガさんは知り合いに次のような内容を電話で話したみたいです。あの親子と15日直接会って話してくる。そして15日、ユイガさんは最後のライブ配信をしました。福岡から東京に戻ってきました。今日の夜9時からプチ同窓会します。その後のユイガさんですが、とある変化が起こっていたようです。それは彼女とは行かないまでも、相当仲が良かった動画配信者のエミ太郎さんに対して素っ気ない態度を取るようになったみたいです。ごめんなさい。どうしたんだろう。17日の時は約束すっぽかされたし、何かあったんじゃないかって心配。わかった。15日に親子にこう脅されたんです。エミ太郎と離れたら金は請求しないって。だけど後でやっぱり金を請求されて。ユイガが言うところの裏切りってやつはそれか。そうです。その話し合いをするところで首を絞められたってのはいかがでしょう。どうだろう、
まあ15日以降から行動が徐々におかしくなっている様子があるから可能性はゼロではないと思うが、いずれにせよ金銭関係でトラブルがあった親子が怪しいと思うんです。掲示板で結賀アンチが書いた内容からも明らかですし。ああ、あれか、元カノパパとかって書き込まれてたな。正直ちょっと不自然に感じたよ。え、なんでですか？確かに事件に関係しているやつからって可能性はあるが、わざわざ特定につながるような内容を書き込むだろうか。あ、そうですね。ということは捜査を攪乱するためにあえて名前を書いたということでしょうか？かもしれん。金銭トラブルが起こってる以上、その親子に話を聞く必要はあると思う。そこから事態が進展してくれたらいいんだけどな。いろいろな考察が現在でもされていますが、金銭トラブルがあった親子が事件に関わっているのではないかという可能性が現時点では一番高いと言われています。やめてくれ。いずれにせよトラブルがあったことは生前の結賀さんが証言しているようですし、警察はその親子に話を聞く必要があるでしょう。またとある掲示板の書き込みから結賀さんは反社組織と関わりがあり、その結果消されたという説も浮上しています。反社にハイエースで引きずられて江戸川に捨てられるんでしょう。ちなみにこの書き込みは12月28日で、事態が発覚する前のことです。反社と結賀さんを引き合わせたのはたびたび話題に上がっている古参リスナーだと言われています。お金に困ってるんでしょ。いいバイト紹介してあげる。あ、本当か？ぜひ頼む。そして紹介されたのは反社主導による闇バイトだったとのことです。特殊詐欺？ああ、マニュアル用意してあるからその通りに電話してくれりゃいい。はあ、これだけ？あ、文句あんのか？いや、でもちょっと給料少なすぎるんじゃないかって。まあ仲介手数料の分引いてるからな。え、何ですかそれ？お前にバイトを紹介したやつがいるだろ、そいつの分だよ。はあ、ちょっとどういうことだよ。お前俺の給料中抜きしただろ、返せよ。いや、当たり前だろ、俺がいたからそのバイトができるんだから。まあ俺のためにもしっかり頑張ってくれよ。この噂によると、そのような古参リスナーの行為が俗に言う裏切りに該当するようです。あの野郎、騙された。こうなったら逃げてやる。その前にやってやったぜ。よし、これで逃げてやる。いや、あ、ちょっと車内で話をしようか。こっち来いよ。はあ、使った。パチンコって。てめえ。こうして反社に消されたとのことです。この噂についてさまざまな意見が入り混じっているようです。信憑性は高いんじゃないか。だって事件発生から2ヶ月くらい経ってるにもかかわらず、真相が未だに解明されないのは反社が絡んでいるからかもしれないし、それに結構前の動画で尾行されてるんじゃないかって怯えてた様子を見せたこともあるし、何より薬で捕まったこともあるから、前から反社につけ狙われていたのかも。それはどうだろう。そもそも結賀ってかなりビビリだから、本物の反社とつながる度胸すらないと思う。それにさ、結賀って首を絞められた以外の外傷がないんだろ。反社に盾ついておきながらそれだけで済むなんて考えられないよ。このように可能性としてはありながらも決め手に欠けるようです。今後も捜査は続いていくでしょうが、やらかした前科が多すぎたためか、結賀さんに同情する声はあまり多くはありません。ただその中で結賀さんの四十九日に合わせて事件現場に行き追悼したのは後輩の瓜田さんです。
先輩、俺が言えた義理じゃねえけど、昔からどうしようもねえやつだったな。でもあんな最後はさすがにかわいそうだと思うし、早く犯人が捕まってほしいと思うよ。ウリタさんの気持ちに応えるとかそのような話ではありませんが、いくらその人を憎もうとも手にかけていい理由にはなりません。許されざる行為をした人間は罰せられるべきだと思いますし、犯人を含めた真相を徹底究明してほしいと思います。事件解明に2ヶ月以上かかってるってことは、実は相当厄介な感じかもしれねえよな。警察もあの親子に話を聞いている可能性があるだろうけど、その情報が一切出てこねえってのが気になるよ。もしかしたら親子は事件に関係がなかったのかもしれませんけど、そもそもまだ話を聞けていないのではないでしょうか。親子の足取りがつかめないのか、そもそも警察側が聞こうとしていないのかは不明ですけど。あの軽警察だから後者もありえそうってのが何とも言えねえ。あと犯人かどうか知らねえけど、トークルーム退出や一部の SNS 削除、あと掲示板の書き込みとか、微妙に自分の存在をアピールしてるのが気になるんだよな。考えられるのは2つかと。1つ目はあえていろいろな情報を与えて世間や警察を攪乱させるため、2つ目はただ単純に考えが足りなかったために行ったためかと。意外と後者なだけかもしれませんね。